ふう、今日はすごくいい天気だな。日差しがさ、気持ちいいよ。ちょっとバコってゆっくりしようかな。ほんとやってかい。秋晴れだね。この最高の秋晴れを堪能するにはもう少しキャットタワーの幅があったら完璧だったな。あ、それにしてもキャットタワー久しぶりに乗ったな。そういえば最後にキャットタワー乗ったのいつだっけな。あー、思い出した。お掃除のためにキャットタワー移動した時だ。移動式タワーだーって言ってはしゃいで乗ったのが最後か。キャットタワーってさ、移動してる時とか新しい場所に移設した時は乗るんだけど、次の日からはほぼ乗らないね。でもキャットウォークってやつ気になるんだよな。お部屋の壁に階段みたいのつけてさ、なんかあれでしょ、下がスケスケのやつあるんでしょ、宙に浮いてる感じになるやつ、すげえ怖そうなやつ。あとさ、吊り橋みたいなやつとか超楽しそうだよね。そうだ、あそこに吊り橋があると最高だよ。夢だな、これは仮の夢だな。ふう、まあそんなのあってもよらないか。まあそんな仮の夢が叶ったとしても次の日には乗らないか。しかもそういうの取り付けて一番楽しそうなのって猫より飼い主だって言うからね。そうやって楽しそうにされるとさ、乗らないと悪いなって思うんだよな。でも乗りたくないんだよな。すぐ飽きちゃうんだよな。はあ、それにしてもいい天気だ。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録をしておくと彼たちの動画が見つけやすくなるよ。そしてベルマークを押しておくとチャイたちが動画をアップするとお知らせが来るよね。年を取るってどう思います、桃井さん。年を取るって面白いんだから。チャイちゃん、昨日さ、スタッフさんくしゃみした時に腰をやっちゃったみたいだよ。そうそうそう、なんかうるさいと思ったらお風呂場で叫んでたよね。そうそう、その時申し訳ないけどさ笑っちゃったよ。爆笑したよね。